さんがよ勝手に権力振りかざして、はい、おいらを下ろしたんだ。掲げ上げたパワーボム連発で餅をつくぞ。GHC タッグトーナメント決勝、ベイダーが GHC ヘビー級王者秋山からピンフォールを奪い、ベイダースコーピオ組が栄えある初代 GHC タッグ王者に輝いた。そのベイダースコーピオ組の恐るべきパワーに挑むのはノアナンバーワンの頭脳を持つ三沢小川組だ。さらには三沢がニュートラルコーナーをトップだ。どういう作戦でいかれる予定ですか。そうですね、まあ、向こうのチームにないもの、それは頭、試合が終わった後は俺と社長がベルト持ってリングに立ってるから、まあ、チームワークではね、でもうちのがっていう自信はね、僕ら持ってますんで、僕らは勝たなきゃ面白くならないかなっていうのがあるんで、今日はね勝たせてもらいます。I'ma take you from corner to corner. I'ma take you from post to post. And when I come off the top with the 450, booyah! Not only my experience, but my ability, my power, my speed, and truly, I fear no man. ベイダー、スコーピオ組のパワーが勝つのか、それとも三沢、小川組の頭脳が勝つのか、 GHC タッグを制するのは一体どちらか。おい、日テレてめえら、おい、おい、こんなのお前選手権だなんて認めねえぞ、バカ野郎。大体なんだ、ノーフィアを無視したビデオ作りやがって。お前ノーフィアが挑戦するはずだったんだよな。おい、それをなんで言うの、日テレこの野郎。お前この野郎じゃがよって、お前、おい、ミサの権力に屈したか。そんなんじゃお前全国ネットやるテレビ局って失格だぞ。お前すでに腐敗した権力者だよ、ミサは。俺、おい、札幌の本番の中継は、解説はノーフィアの二人、とことん語っていただきましょう。おい、行くぞ。その軽快なステップの奥には本物の強さが潜んでいました。スコーピオ、プロレス界に身を投じる前からの、あっと小川が突っかかって、まだ花道です、まだ花道。ああ、そして三沢も加わった、三沢も加わりました。まだベイダーは来ません、まだベイダーはこのリングには向かってきていません。なんと花道でスコーピオが捕まった。ああ、そしてベイダーだ、ベイダーだ、ベイダーが姿を現した。4人が花道へ乱れました。さあ、4人がまだゴングが鳴る前、一気に乱れました花道です。ベイダーと三沢が花道でやり合っています。まだベイダーのテーマが鳴り響く中、今三沢をリングの中に戻したベイダーです。さあ、今宵放送席にはノーフィアーのお二人にお越しいただいております。高山さん、大森さん、よろしくお願いします。よろしくも何もねえよお前、はい、大事なタイトルマッチだよ、認定書も読ませないなんて。そう、選手権なんだからお前。そうでしたね、もっと綺麗に試合始めろ。今ベルトも巻かれたまま、そして認定宣言も読まれるままに今ゴングを聞きました。めちゃくちゃだよ、めちゃくちゃ。やれました。リングに流れやれお前。あ、お前っすよ、リングだ、リングに流れ、リングに流れ、リングに流れだよお前。今スコーピオが大森選手の前でベルトを誇らしげに、今そのベルトの形を作りました。今場外で小川とスコーピオ、そして三沢とベイダー、我々のこの放送席からはその姿を、まあ、目撃することはできません。目の前にはスコーピオと小川、三沢とベイダーは果たしてどこだ。さて、高山さん、大森さん、改めて伺いますが、本来このリングにメインに立っているのは高山さんたちなんでしょうか。この緑のおっさんがよ、はい、勝手に権力振りかざして、はい、おいらを下ろしたんだ、そしたらなんだこの汚ねえタイトルマッチは。ちょっと荒れたスタートになりましたね。荒れたクソもねえよお前。タイトルマッチっていうのは認定書を読んでベルトを返還して、そういうセレモニーが大事なんだ、はい、権威あるもんなんだよお前は。そうですね、ちょっと社長自らお前その権威ぶっ壊しどうすんだよお前。だ、札幌のファン舐めてんじゃないかあいつは。あの、大森さん、こういうことに至った経緯の発端がまず大森さんの発言にあったと思うんですけれども。発言も何もねえよお前、やってること一番汚いのはうちの社長じゃねえかお前。三沢、大体よ、あれぐらいのことでよ、はい、今さらどうのこうの言うんだったらさ、うん、おいらとっくの首だよ、うん、
まあまあそうですね。なんで今ここでそうなるってこと、はい、これはもう三沢と小川が、はい、俺らがベルトを投げたら一生タッグのベルトを投げないからそれに危機感を感じただけだろ。なるほど。人の言ったことにお前罪なすりつけてんじゃないよお前。まあ、それが今のノーフィアの見解ということなわけですね。ただまあ確かにこの三沢絡みの試合とは思えないこの波乱のスタートになりました。チャレンジャー三沢小川組対チャンピオンベイダースコーピオ組、まあ、ベイダー組にとっては初防衛戦ということになりました。まあ、高山さん大森さんのお二人はあのトーナメントの決勝戦ベイダーが勝った試合の解説放送席もいらっしゃいました。まあ、あの試合も見て高山さん改めてこのベイダースコーピオ組どうですか、チャンピオンとしては。まあ、でもタッグのチャンピオンって感じじゃないよね。あ、じゃない、うん、今タッグのさ連携プレーはそんなないもん、あ、まあそうかもしれませんね。だそういう意味では、連携はこの権力者のさ三沢が汚い奴らのがあるわな。あ、なるほど。大森さんどうご覧になります、まあ、チャンピオンチームとしてのね、はい、品格だとかねそういう部分が全然ないね。あ、なるほど。まあ今日の試合のスタートもそのノーフィアのお二人の言う品格という面では欠けていたのかもしれませんが、おい、ふざけんじゃねえお前、何言ってんだよ。まあこういうね形でも三沢小川は何としてもベルトを取らなければいけないという前提があるわけで、ただ高山さんね、有明をタイトルマッチにするにはノーフィアの二人がベルトを取るには今日三沢小川を応援しなければいけないんじゃないですか。俺なんかしねえ、応援ませんにはしない。いや俺らはさ、どっちが持ったって、うん、ゆくゆくは負けるんだよ将来は。うん、両方弱いから。なるほど。大森さんそのあたりどうですか。まあそうだよ、は要するに、遅から早から俺らの腰に曲がれるってことだからな。なるほど。まあ、前回横浜の時には磨きを持ってました。あーノビアの2人ですが、ベイダーが来た、ベイダーが来た。さあベイダースコーピオが、まあ、特に今回はスコーピオのその意気込み闘志というものが非常によく前面出ています。そして三沢ベイダーの2人の因縁というのは大阪岡山とずっと続いてきました。スコーピオがあーダイブした、ダイブした、ボディアタックを見せましたスコーピオ。平川いいこと言って、はい、確かに今日はスコーピオがよ、スコーピオだよ。ああそうですか。あいつがどれだけやるか。なるほど。あ、うん、しかしベイダーが用意している。ベイダーがリングの中にこちらに顔を向けてセカンドロープにスタンバイを置く。あーベイダーが飛んだ、ベイダーが飛んだ。三沢コッパミジン、返せ返せ返せ。うわー危ない。いや高山さんの口から返せという言葉が出ましたね今、上がらずも。いやこれで終わったらつまんなすぎるだろ。なるほど。こんなとこでお前終わられちゃ俺らはもうお前立ってねえからな、お前今度やるのにお前あれだけで。まあでも今日札幌のファンの皆さんも高山さん、大森さん放送席に着くなりに大変な声援でしたね。当たり前だろ、みんなが待ってんだもん俺らのこと。でも大体よ札幌のはちょっと分かってんだよな。あ、本当のよタイトルマッチをさ、壊した三沢に声援を送ってたからな。まあ、三沢人気はどこでも絶大っていうものがありますからね。おかしいんだよなそれが。うん、これはよ日テレがちゃんと報道してああいうビデオ作ってるからいけないんだよ。あ、先ほど場内には流れました VTR が。そうそうそう、三沢が本当のタイトルマッチを壊したってことで、ちゃんと強調して放送しないと。なるほど。まあ、あの三沢、ああ、バックラ、バックラった、投げるか、投げるか、ぶっ殺すか、ベイダー、投げるか、投げられた、三沢。今のきついな。これは相当のダメージがあるでしょう。三沢組、なんとかこのベイダー組からベルトをもぎ取って、有明でベルトを相手のオフィアを待ちたいが、ああ、ラリアット。エルボー行った、即カバーに行ったベイダー、返しました。大森さん、はい、有明でやるにあたってはもうどうせだったらタイトルマッチがいいわけですよね。でも今日はやっぱりスコーピオとベイダーのコンビネーションはこの間より全然スムーズだね。いいですか。うん、そして高山さんの内からはスコーピオがポイントという言葉もありました。抱え上げた、ガーバー落とした。はいはいはい、お前助けに行けよ、お前。お前見てるだけで社長やられるぞ、おい。三沢小川組はちょっとここは連携が途絶えました。高山さんの目から見ても今日の三沢小川というのは連携が苦しいですね。そうだね、ええ、ただよ、三沢っていうのはゾンビみたいなやつだからさ、はい、俺がやった時もそうだった、散々攻めてもさ、ええ、
立ち上がってくんだ。そうでした。あの時高山さんは三沢のエルボーを、まあ、6発7発連発で食らってなおかつそこからも立ち上がった闘志を見せました高山さんです。ただそれ以上の粘りがある三沢ということですか。粘りっていうか、ええ、まあ、そういうところがやっぱすごいよね。そうですか。汚いやつだけどそこは認めるよ。なるほど、実力のほどは認める。ただ今回こういう形に至った経緯についてはもう当然高山さん、大森さん口を揃えて納得できない。それはリングの中とね、リングの外と別なことだからね。はい、俺らノーフィアで怖いもんない、はい、だけどよ、リングの外でそういう政治的なものは一番嫌だね。それだけだよ怖いのは。なるほど。ああリングで向かい合えばあんなやつ怖くないよ。ただ俺らの知らないところで権力を使ってチェンジされたら何もできない。なるほど。それはフリーという立場をもってしても高山さんにとっても非常に苦しいわけですね。あっとバックル回って、さあ三沢が何かですか。背中にエルボー、まだベイダーはロープを掴んでいるが、そのロープがほどけた、ほどけた、バックロープ三沢。さあここからは三沢や小川が反撃の体勢を作れるか。小川がベイダーに、おっと丸め込めるか、これは苦しい。走ってバックテイク。高山さん大きくうなずいてますね。小川こういうとこうまいよな。ああなるほど。足を取って、おー一手切り、わーベイダー立ち上がった。一発食ったら終わりだからな。高山さんも大森さんも口を揃えますが、大森さん、大森さんもこのベイダーの強さ、まあ身に染みてるとは思いますけれども、改めてどうですか。確かに一発は重いよね。重い本当に、うん、別格なものを持ってるとは思うけど、ですね。そして高山さんがキーポイントに挙げるスコーピオがリングの中に入りました。スコーピオが本当にこのベルトを巻くことによって目の色を変えてレイダーとのタッグ、非常に連携もスムーズです。顔面張って顔面張って、あ小川も連発で打っていきました。誘い込んでスライディング、おっとスコーピオも耐えている。スコーピオも耐えて、あっと三沢が入ってきた。おわーっとレイボー。高山さん、まあ、あまり好ましいことじゃないかもしれませんけれども、連携もスムーズになってきましたね、三沢側がね。おう、だいぶタッグマッチらしくなったな。なってきた。まあまあ面白いよ。ああ、なるほど。札幌ではノーフィアの2人がベイダースコーピオに挑戦というはずでしたが、三沢の強権発動という報道もありました。おう、だいぶ社長は辛そうな顔して、よく見とけよ。おう、はいはい、カメラ映せ、カメラアップにしろよ。三沢の表情を捉えられますでしょうか。今スコーピオと三沢がその場外にいます。三沢も随分と厳しい攻撃をベイダーから食らっていました。おお、そう、まあ、前哨戦のタッグマッチとはいえ、三沢が試合終わった後にスコーピオにエメラルドフロージョンなんというすごい風になりました。あーベイダーが行きます。たまらずベイダーが行きます。そして小川も加勢します。4人が場外、4人が場外。どうしても三沢とベイダーが絡むと非常に荒れた激しい試合になります。まだ奥です、まだ奥に行きます。大森さん、ちょっと珍しくないですか、三沢にしては。さっき相当ベイダーにやられたのを頭にしたのかな。なるほど。でもやっぱり選手権なんだからリングでやんなきゃダメだよ。まあそうですね、その通りですね。あーただ、あ、三沢も椅子ですよ。おい、椅子持とうとしてるよ。あー繋がってんだよ、バカ社長。お前慣れないことやんなよ、お前。なるほど。あーただベイダーとまた三沢、あ、札幌のファンは三沢コールです。分かってねえよ、日テレ、お前らのせいだぞ。あー、ベイダー崩れ落ちた。三沢の眉間にまた深いシワが寄りました。さあ、そして三沢側の2人がスコーピオを捉えて今リングの中に戻そうという体勢を作りました。ベイダーは今場外で大の字です。そして随分遠くまで行ってました。まだリングに到着しません。あー、鉄柱正面ですよ。すげようとしたね。いや、ちょっと今これ大丈夫でしょうか。まだ引きずり回します。場内引きずり回しの刑にあっているスコーピオ。さあリングの中、スコーピオのカバーは小川。あー、なんとか肩を上げました。そしてまた怒りで湯気が上がっているベイダーがコーナーに戻りました。ちょっと捕まらないスコーピオはですね。ちょっとここで捕まる時間帯が長くなりつつあります。スコーピオです。チャンピオンチームベイダースコーピオ、今宵初防衛さんです。そしてそのベルトに挑むは三沢、小川、ノーフィア、高山、大森の2人のこの札幌での挑戦権を、まあ、剥奪という形で
このリングに上がっています。全くな、権力者怖いよ本当に。でもこれであれだな、さっきの場外乱闘で三沢組がペース掴んだな。あ、なるほど、うん、あれあのリングでやったら多分さ、ベーダーの勢いに押されてたんだ。あのすごいラッシュでしたからね、うん、それをやっぱ三沢が考えて、うん、ワーと奥の方まで行ったんだ。あ、なるほど、時間をかけてということだったんでしょうかね。あ、ベーダーを意識します。ベーダーを意識して三沢が一旦この技をほどきました。セット身のこなしも軽快に徐々になりつつあります。三沢カバーに行った、やり方を上げました。スコーピオです。この試合で三沢小川組が勝利して第2代の GHC タッグチャンピオンになりますと、有明コロシアム 12.9 ではノーフィアーのお二人とのタイトルマッチになります。まあ、第2代はとりあえずだからな。あ、とりあえず第2代、ああ、まあ、もし俺らがさタイトルマッチやって、はい、最後に取ったら、はい、来年から改めて初代、はい、2002年初代王者ノーフィア。なるほど、うん、2002年年も改めて初代と。そう、なるほど、間違いんだよそのね、うん、この間矢島はもうしつこいからよ、何回もこれが直さないと。はい、あなたはお前頭いいんだからもう何回も言わすな。わかりました。改めてノーフィアが初代であるということを前提に、果たして有明でそのタイトルマッチになるかどうか、その条件は今日三沢側が勝たなければなりません。ただベイダーが、またしても怒りを含んだベイダーのラッシュがこの小川を襲います。小川立ってちゃまずいな、一回寝た方がいい、ああいう時立っててはダメ。ああ、なるほど、振られてもう一回いった。うわー、すごい反動、まだ行きますベイダー。お、今度は小川がかわした、かわした、うわーっと膝、膝だ膝だ、ベイダーは、ああ、膝ですか、やはりそのダメージも残っている膝。ああ、捉えられた、がっちり、せっかく足いったのにもう一回足だよ。ああ、捉えられました。小川そのまま無造作に落とされて、スコーピオがわあ、ひねりを加えました。さあ、変わりた、三沢勝って逃げない、セカンド。さっきあいつ、お前よ、はい、ビデオでよ、ここかなとか言って頭刺したけど、頭脳でしたね、全然頭ねえじゃん、あるじゃん。まだ頭の良さ発揮されてないんじゃないのか。頭っていうのは頭でっかちってことだったんだな。なるほど、ノーフィアの二人にはそう映っている今日の小川か。おお、決めるか、決めるか、さあ一気に、おお、サルト、綺麗な弧を描いたスコーピオン、ドーン、小川ピンチ、やばい。大森さん、はい、小川が大ピンチですよ。ここはかなり試合のキーポイントになってたね。でしたね。ああ、なだれ式か、なだれ式か、これ食ったらまずいよ。危ない危ない、スカイハイだ、スカイハイ、ジョークスラムが待っているが、三沢がカットに行きます。この三沢のカットがなかったら危なかったところでしたが、またしてもまたしてもスカイハイ、スカイハイ、うわー、三沢に浴びせた。あ、今三沢が危ないな、あれ。あ、今小川の体重乗りましたからね。口の中切ったよ。あ、そう、あ、そうですか。ベイダースコーピオはまさに一挙両得。さあ、鉢合わせを習います。おっと、ひねり返して、あー、ベイダーアタックはなんとスコーピオ。さあ、三沢小川は3対1のチャンス、丸め込んだ、丸め込んだ小川、それで返します。スコーピオ、ベイダーがちょっとあれ、スタミナ切れてきたんじゃないか。切れてきましたか。あ、さあ、ベイ、あー、確かにそうです。その表情は確かに疲れが滲んできました。ベイダーバックに回って、小川がバックドロップ、ホールド、しかしベイダー目の前、軽くあしらわれました。小川、大森さん、はい、三沢小川に勝機はありますか。分断しなきゃダメだよね、ここはね。分断ですか、うん、ノーフィアでしたら当然そういった形は取るんでしょう。あー、しかし小川が捕まる、ちょっと、もうタッチしてないよ。小川が棒に投げられた。ほら、今のでも分かったの、はい、本当だったらベイダーあれ叩きつけるんだ。そうですね、自分にスタミナがないから。なるほど、あそこで放っちゃった。あー、そういうことですか。あれは後々さ、響く。あ、腕をクロスしてそのままパワーボムだ。さあ、スコーピオが決めるか、スコーピオが一気に決めるか、この形は450スマッシュか、450が待っている。三沢は分断、三沢は分断、さあ、スコーピオが交わした、交わした、よく交わしました。うわー、交わした、奇跡の交わし、バックに回って、さあ、投げた、バックドロップ。さあ、今度は一気にウェーブ、三沢側か、肩を上げた。さあ、長期戦の様相を呈してきました。 GHC タック選手権試合、シンクラッシャー、三沢背後からアシスト、
三沢が走る、三沢が走る、ランニングクリーンヒット。そして小川が、小川がバックドロップ、ボールド、ボールド、三沢タイトルダッシュ。第2代 GAC タッグチャンピオン、また大丈夫、三沢の小川組、お前はさっき言ってたのか、それ誰でいいの、第2代のチャンピオン誕生。そして 12.9 有明でローピアの2人とのタイトルマッチになりました。いい気になるんじゃねえよてめえ、おいしっかり持っとけよな、お前上がれ。今小川がローピアの2人に突っかけまして、リングの中椅子が用意されます。見ろ見ろ、社長が権力使ってます。神聖なリーグでビールとか飲もうとする。今ビールが用意されてます。これはいわゆるその乾杯の儀式をリング上で、そしてノーフィアの2人の前でやろうという新チャンピオン三沢小川。今椅子が用意されました。そしてウェーブを、仕切りが悪いぞ、早くしろお前らよ。坊主たちももっと早く、見事の第2代 GHC タッグ王者に輝きました三沢選手、そして小川選手です。おめでとうございます。ブーイングだブーイング、こんなの本当のチャンピオンじゃねえぞ。まあね、すぐね、アホ二人でやんなきゃいけない。小川さん、ノーフィア、有明だ、有明、その先を言ってみろ、バカ野郎。ノーフィアを前に、言うことはありますか。いえ、まあ、リングの上で証明します。乾杯。奥さん、なんとプロレス界史上初リング上での乾杯の儀式が行われました。世界丸見え愛の食べ過ぎて食べ過ぎて食べ過ぎ、胃が重い、そんな食べ過ぎにブルーが効く、新鮮競技条約、飲みすぎて飲みすぎて飲みすぎて、胃が荒れた、そんな飲みすぎにグリーンが効く、新鮮競技条約、ドリンクも効く。産業不法侵入による手口のほとんどはガラス破りです。あれだけで侵入させない防犯アイテム、ついに日本上陸、ディフェンス J フィルム、ただいま代理店募集中。今回の FBS 特別招待社会はヘザー・グラハム、ジョセフ・ファインズ共演、キリング・ミー・ソフトリー、550名様ご招待、鑑賞ご希望の方はご覧のところまで。 12.9 有明コロシアムで GHC ジュニアのベルトをかけ対決する王者・高岩と挑戦者・丸藤がタッグで対決。丸藤が挑んだ、顔面蹴り上げて、シアルイか、シアルイか、この顔はあるか、決めた、シアルイ、シアルイよ、前哨戦で完璧な形で決めました。ドーッとスリーの前、4人が、ジュニアの4人が意味だれて、高岩が、おっと、ラリアットだ、2人を一分にらぎ倒した。試合は星川が健太を下し、高岩、星川組の勝利。しかし高岩と丸藤は試合後も場外で熱きバトルを展開、 12.9 に向け燃えに燃えています。ベルトをそのまま向こうで年越してるわけにはいきませんからね。あっちはそんなこと言ってるみたいですけど、そばさせない。ベルトに向けての意気込みをお願いします。絶対勝つ。前向きの力、リゲイン、リゲイン R、出た。アカンピータイム、初演ショータイム。
What a beautiful night! The new Momotaro! テレビ史上初、操作戦数1500本を実現。それは、見たこともない美しさへの挑戦。DEP 搭載テレビ 1500i 誕生。Victor JVC。世界丸見え、愛の珍味。忘れたとか見えないとか聞こえないとかすごく悲しくて、どうしたんですか。テレビって大事だなって。踊るさんま御殿は火曜夜7時58分。2002年銀座の恋はとんでもないことになっている。銀座の恋、1月7日スタート。人と歩けば FBS。 秋山が三沢を破り第2代 GHC ヘビー級王者に輝いた試合を含め、見どころ満載の 7.27 日本武道館大会 DVD を7名様にプレゼント。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、番組の感想を全て記入の上、こちらの宛先までどしどしお送りください。本家の嫁。お母さん、どうしよう。お母さんにもしものことがあったら。俺があんなバカなことしたからです。本当すいません。豊はこの家の長男です。僕の後を継ぐのは豊のはずです。大変です。信じが、信じが。あの家はお前の家です。いつでも戻ってくればいい。今何考えてる。多分信じと同じこと。本家の嫁最終回、月曜夜10時。大っ嫌い。松下ゆき本気で激怒。忘れたとか見えないとか聞こえないとかすごく悲しくて。どうしたんですか。テレビって大事だなって。踊るさんま御殿は火曜夜7時58分。今回の FBS 特別招待社会は、ヘザー・グラハム、ジョセフ・ファインズ共演、キリング・ミー・ソフトリー。550名様ご招待。鑑賞ご希望の方はご覧のところまで。太鼓の響きは無限の可能性を秘め、魂は熱く燃えたぎる。鼓動ワンアースツアー2002、3月14日福岡市民会館、15日宗像ユリックス。チケットは好評発売中。新の旅は新潟県の子供たちが挑戦した。サンタクロースは絶対いるが絶対いない派に分かれて徹底討論。サンタさんはケーキも食べてたし、ワインも飲んでたし、足跡もあった。みんな寝ぼけてんじゃない。そしてその日の夜、クリスマスを待ちわびる子供たちにある奇跡が起こった。ヒロ君、こんばんは。夢の続きは笑ってこらえて、12月12日夜7時。いつもの人がいて、初めての人がいて、今日も一日なかなかでした。明日も会おうね。人と歩けば FBS。
でからの生き方、あんたはどう思いますか？死んでからも生き続けるもの、それはあなたの意思です。臓器提供は多くの方が知っているのに、その意思を示している方はまだまだ少ないです。意思は生き続けます。あなたの意思を示してください。九州地方の今日のお天気です。那覇、鹿児島ともに曇り、福岡は曇り時々晴れでしょう。続いて沖縄九州地方の予想気温はご覧の通りです。中国、四国、近畿地方の今日のお天気です。広島、高知、大阪ともに曇り時々晴れ、鳥取は曇り時々雨でしょう。続いて中国、四国、近畿地方の予想気温はご覧ください。